そち5月古族公園は愛知県名古屋市南区古族4丁目にある公園。1940年に長楽寺から名古屋市へ土地が寄付され、1947年に戦災復興に伴う都市計画において地区公園化が決定。1956年10月15日に供用を開始した。そちと呼ばれる池や野球場などからなり、 椿や桜の名所としても知られる。広さ4.35ヘクタール。池のほとりには、源の頼朝が経へ上落する際に旗をかけて、休んだと伝わる旗掛けの松があるが、地元の老人の話によるとこれは偽物であり、もともとは、鎌倉街道沿いにありそこに立っていた石碑を、今の場所に移しただけだという。また、公園の北側には、名古屋市の緑製土木局、 南土木事務所の文書が設置されて、公園施設の管理などを行っているほか、地元住民向け施設として、ご族コミュニティセンターも置かれている。公園の南側には、南ふれあい広場があって、滑り台なども設置されており、子供の遊び場となっている。近年、近隣の住民からの苦情もあり、そっちの水替えを実施した。公園一帯からは、縄文番記の縦穴式住居や、 中世の掘ったて柱建物の遺構が見つかっており、そちの周辺からは、はじきや山茶湾が、グラウンド造成の際にも水域が出土していることから、そち石と呼ばれている。ありがとうございます。